あ、これなんか何回みたいになってんだね。で、わかりましたね。神ってね、まあ、やっぱ、岡山大きい町なんで、結構、入場編成の町にはそうそうお客さん乗ってましたもんね。で、一旦でタッチすればいいの。一回タッチした。で、こっからそのまま、あ、何階の方にも乗れるし、出口はこっちない。一回出ると。こっちが JR 駅になっとって、まあ、何回の切符払い。ほうほう。で、こっちは何回のメインゲートになったのね。ほぼほぼ何回なんですね。本当に JR は片隅にあるけど、共同改札にはしてないですね。なんだろう、昔は共同改札だったような感じですけどね。岡山市は、南海の駅は南海の駅であれですよね。なかなかいろんな奇跡があって。難波ホームに行くのがメインやけど、岡山港の方やと思って、あと、あ、これで蚊だか。そうだ、カダもあるね。うん。で、さらに、あとフェリーかな。おや、新馬に行けるやつもあるんですもんね。そう考えると面白い。で、ついつい行く。駅前なんかあるかな。快活プランもあるんだ。で、フロントがあって、基本結構パッと開けてるんですね。JR の方の駅は駅で、近鉄百貨店が入ってるみたいですし、まあ、どっちがメインでっていう感じでもないのかな。なんか、ハーフ&ハーフみたいな感じですね。なんか、各方面に行くバスも走ってるね。まあ、和歌山市の中心は間違いなく。どっちもメイン、あ、貼れるような感じに作ってあるんですよね。ここは、よし。これ小海南駅前。これは天気予報だ。
や、和歌山は、和歌山バスなんだよ。南海バスじゃないの？あ、こっちはこっちで中央省令会。ここもちょっとあんのかな、いろいろ。あ、ここの上がやっぱメインになりそうですけどね。3980円、安いね。安いな。新聞だけど。